ABEMAプレミアムなら格闘代理戦争やABEMA限定コンテンツが全て見放題。今すぐABEMAプレミアムを登録。第1ラウンドのゴングが鳴らされました。先にリングの中央を取ったようになったのは卜部。左の蹴りからです。そして外からのフック、サウスポースタイル、赤いグローブ卜部、非常にスピーディーです。そして左をリードジャブにしているオーソドックススタイルが石井。さあ小林さん、はい、卜部の方は K1 甲子園2008の準優勝、そんな実績があってこのリングに殴り込んできました。この間新宿フェイス出たのは、はい、違うですね、兄弟ですよね。兄弟でその卜部弘隆選手がいますね。お兄さんです。つまり兄弟でプロキャリアをここから重ねていこうという新鋭になります。なんといっても平成2年生まれですか。平成ですか。はい。うわ。やっぱりびっくりしましたよね。さあ優也選手。はい。こうしたニューパワーですよね。技術の向上著しいですが、それをどんな風に見てるんですか。うまいですよね。さっきのたちもすごい迫力もあるんですけど、うまさがすごいあるんで。はい。はい、ちょっと注目してみたいと思います。はい、すごいですね。トランクスにさばきですか。さばき。そうですね。西山道場のそのスローガンだそうですね。確かお兄さんのその弘隆選手もトランクスにつけています。さあ、優也選手、はい、試合序盤どうですか、ここまでの展開は。そうですね。卜部選手がまあいろいろコンビネーションを切らしてる感じで、はい、石井選手ですか、ワードキックですね。はい、そうですね。はい。まだ、はい、勝負をかける様子はないですよね、まだですね、はい、様子見ですね。今、左のボディ打ちも見せています。小林さん、上中下、はい、そして、そうですね、卜部選手がコンビネーションよく出ますね。はい、いや、これをパワーで押し払うようにしました、石井です。石井の方はかつてのムエタイ級冠王、選手時代はチャモアペットチョーチャモアン選手でした。その距離を取りながら一発一発で、はい、ここまで参戦してまだ勝利がありません。8勝もしないし、そうですね。いや、それだけにここにかけてくる思い、今の右ストレートにも現れました。ローキックの打ち合いになります。小林さん、卜部は左のインローがなかなかいいですね。そうですね。それを押し込むようにして右パンチ、石井。優也選手、はい、卜部は本当に左右バランスよく攻撃を放つことができますね。そうですね、ステパンチが打てるんで、ステパンチ、散らせますよね。なかなか石井選手は自分から試合作れないんですよね。だからなかなかそうペースを取れないという。当たったらいけるんですけどって感じなんでね、左のローもちょっと効いてますもんね、さっきのコンビネーションからの、はい、もちろん卜部の方は自分から出ることができるとアピールした第1ラウンドでした。さばきって書いてる人の方がアグレッシブですもんね。自分から出しますから、ここまでの攻防はそうですね。さあ戦いは第2ラウンドです。左のハイキックさばいてからその後強烈な攻撃を見せます卜部です。ここはファウルカップの音が鳴っています。ローブローとなりました卜部の攻撃、ローキックです。OK という意思表示、続行です。ここは組みついていく。いや、しかし優也選手、はい、この戦いはもちろん K1 ルールですからね、はい、そうですね。攻撃につながらないような首相撲はすぐに、はい、気にせずに先に多分膝を打てた方がいいと思うんですよ。はい、今はそこまで石井の方はいけませんでした。そうですね、でも最初にパンチからローいったんで、ああいう形でいいと思うんですよね。なるほど、はい、その前の攻撃があってから、そうですね、はい、まあ勝手に FA がブレイクって言ってくれるんで、あんまり攻撃の幅が縮まらないように気にせず、流れの中でいった方がいいと思います。なるほどね。そうですね。それでペースを崩すようではいけませんよね。腹への攻撃から卜部が、小林さん、今勝負の見えるパンチ、膝、左膝から右の前蹴り。チョモアペットのジムなのにチョモアペットの得意技やられちゃいました。そのお株を奪うような足技でしたよね。浦部の方が見せつけています。5ストップ。ああ、口の中か鼻血かおびただしい出血があります。優也選手、今の攻撃威力がありましたね。はい、そうですね。はい、蹴りですよね。はい、いや、鮮烈な蹴りを食らって石井がドクターチェックです。小林さん、出血の量が今だいぶありましたね。危険な状態に、ああ、追い込まれていたようです。石井慎一郎は試合続行不可能。歓喜のステップを見せたのは浦部公也です。